はい、皆さんこんにちは、あちでございます。 V サターンの三国志5ですね、パート49やっていきたいと思います。純優さんですね。もうあとね、まあね、この松園さんね、軍師タイプ、まあ、政治がねすごいので、ただ突進されると厄介ですので、そうですね、突進がすごい厄介なので、一発ちょっとかましましょうか。ここで一発張飛さん、張温さんもかましましょう。あんまり減らなかったので、予想以上に減らなかったので、そうですね、で、首相さんが、首相さんがね、もうがっつりいっちゃいましょう。あれ、順位側にもまだあれが来ますかね、応援が。あ、逃げた。よしよしですね。で、そうですね、どうだろう、首相さん、商人さんのことやらしいね、長州さんもやらしいね。とりあえず陣形あるかな。ああ、ありますね。ここ。これに変えときましょう。徐行さんはゆっくり進んでいって。もうね、あまり無駄なことはしたくない。無駄っていうかね。もう何ですか、この、ね、女優さんでね。あまり砦に引っ込むと長州さんとはやりたくないんで、とりあえず長文さんはこうケツつけておきましょうか。いざいとドカーンと突っ込んでいけたいんで、ね、よいしょ。あ、敵も後続来てますね。次来ますね。どれだけ来るんだろう。おお、さあ、純優さんはね、こっちから追い詰めましょうか。あ、違った、間違えた、こっちだ、純優さん。あららららら、何やってんだい。とりあえず横から刺しましょう。16、1600人ね。張飛さんは方向はこうで、落とせるかな。あ、落とせました。ああ、落とせてないのね。どうしよう。大使さん正面から切って、ああ、これ取れ、捕まえるときには確か兵減らなかったと思うんです。ね。あ、どうだったんだろう。違うのかな。いや、あの千何人はまた違う。あ、不祥兵ね。千何人は違うと思いますよ。さあ、来たかな。ああ、セルルバト、ああ、ヨウさん来たね。はいはい、範疇が来ましたね。それでも3万か。あ、あっちにいますね。どう行こう。兵糧取られたらちょっと辛いね。いや、ここは、あ、宝徳がいる。あら、宝徳さん、早速、壁に退却しましたね。私はね、彼を追っかけていくべきです。そうすることで、彼らがね、どうしたらいいだろう。山の中入っていきましたね。ちょっと邪魔なんで、とりあえず、その素振りを見せて、ちょっと奉仕に変えようか。あ、長打持ってる。これはかなり移動がね、いいんですよね。奉仕にしましょう。
もう砦はね、攻めることよりも、ここ、ジョコさんちょっと止まりましょうか。人員さん完全に行ってますね。おお、そうくるか。あ、帰り討ちにしましたか。おお、でもやっぱり強い。あー、そうきたね。そうきたか。ここね、これ移動的にね、兵糧を抑えれることはないと思うので、先抑えにかかるか。ここでね、隣にいたら動けないと思いますので、長王さんか。これは弓でいいかな。ヒアでね。あ、いけましたね。長王さん取れました。長雲さんね、長雲さん方向だけ変えて、あ、いや、もう突っ切るか。相手ついてこれないでしょう、移動範囲では。あ、移動範囲ではない。ちょっと怖くなったので、で、タイシーさんがね、ケーツから行きましょう。まあ、あんま怖いというかあるね、陣形じゃないんですが。ですがね、山の中のあれを出ますでしょう。お、行ける、突撃する、行ってみましょうか。これはかなり効果的だと思うんでね。ああ、相手も9になりましたね。対地乱射の能力が備わりました。我々はまだ後続部隊が来てますね。ジンさん逃げましたね。ということは、お、来るのね。来るのね。あ、パンチを捉えました。お、吸い込む地の長飛がね、やっとこう覚えましたね。さあ、じゃあね、ここで蓋して様子見ましょうか。で、あ、いやいやいや、で、長雲さんはじんわりと追い詰めていきましょうね。で、あ、いろいろだいぶ移動できますね。ということはこの辺ぐらいで置いときましょうか。で、張飛さんも突っ込んでいくと、おそらく、ああ、張飛さんちょっと赤だからね、やばいですね、突っ込みすぎるとね、この辺で。で、ジョコウさんね、ジョコウさんちょっと陣形変えましょうか。迫力いいんですけどね、まあ、このままにしましょうか。このままにしましょう。お、もう逃げててますね。完全に逃げてます。さあ、順位さんをね、追い詰めていきましょう。一発、こっから差し込んでみる？相手もそれほどね、たくさんいる感じではないので、まあ、長寿さん、ちょっと頭がいいのね。頭がいいので、難儀なんですが、よし。完全に追い込めましたね。あ、こっち回れるわ。もうこれは突撃です。あ、無理。あ、行きますね。あ、捕まえました。あ、張飛は、お、核翼まで追えましたね。巡遊軍の軍師を捕まえました。ということで、あ、多すぎますね。俯瞰、長英。あ、長英いるんですね。満潮、長爆。車中、創生がいたような気がしましたね。創生さんはそっち行ってたんですね。ああ、これでなんとか抑えましたね。さあ、バトーさんとこちょっと静かにしておきたいんですけどね、もうしばらく。
誰も残しません。はい、誰も残しません。カンネさん来るかな。カンネさんダメね。カンコさん、無理ね。ショウエンさん来たらすごいけど、来ないね。仕方ないです。チョウさん、全然来ないです。ハンチュウさん、来ないね。この人もトータクハイバーですよね。結構長生きしますね。チョウショウさんも来ないか。カキさん、カキさん来ない。誰も来ないかな。いや、ここ結構人がいるんでね。いるはずです。オウソウさん、ソウソウハイバーでしたかね。フカンさん。とりあえず退場が起きるんでね。チョウエイさん、お断りだと。はい。長老の兄弟でしたかね。山本長さん、なかなかね。ソウセイさん、また会いましたね。長博さん、来ないですね。車中さん、とりあえず車中さんですね。純優さん、使えてみるが、果たしてわしを使える男性、いい人来ましたね。とりあえず純優さん来ましたね。これ純優さんの方が中性度が低いのね。車中さんで行きましょう。で、純優さんとりあえず1400ぐらいにしましょうか。はいはい。暴走さんね、1400にしましょうか。さあ、内政かな。内政ね。はいはい。もう内政すでにやっちゃった。いや、なことないか。はいはい。あとカンオンさんね、このカンオンさん、そっかカンオンさんが、カンオンさんがもう記録全然ないので、担当変えれる、変えれる月だわ。担当変えれるんだったらね、カンオンさんどうしようかな。軍事になる必要ないですもんね。人事でいいか。所在で、長安ですね。長安のカンさん内政、長安さんも人事にしちゃおっか。この二人人事でね、しちゃいましょう。はい。そうしないとちょっとね、内政を重視したいところだと、スタミナ使っちゃうんだよね。長らくご心配をおかけしました。もうそっから良くなります。カイドウさん病気だったんですね。そうだったんですね。さあ、お次は、退治時がやめてよ、もう。退治時さんに来ると、特にね、ナーバスになっちゃうんでね。あとは車中さんね。ダメ。金400が少ない気がする。よいしょ。はい、でですね。出世させましょうか。任命。3部じゃないですよ。ね。任命ね。将軍。張飛さんがね、結構出世してきました。上皇さんが、ありの追いつきましたね。誰だっけ、シュシュンさんにね。あと、シュシュンさんが出世できるわ。リテン。無理ね。リテンさんまだまだ無理か。ちょっとこの後の人はいっぱいなんで無理ですね。ですね。各社さん無理か。まだ無理なんで。仕方がありません。じゃあ、巡殺ね。こっちね。ちょっと上がってきましたね。名声が上がるとね、ここのあの、民中制度、初めからの民中制度、占領後のね、民中制度が良くなったりします。確かね、玉璽ってあったらね、もう軒並みガッパーンって上がった気がするんですけど、他のシリーズと勘違いしてるかもしれないので、巡殺ですね。この場合は社長さんの方がいいのかな。そうですね。王宗さんってもう本当に武力の人ですからね。ただの武力だけの人なんでね。はい。希望だよなーになったか。まずい。
声起こしができにくくなってる。できにくくなってますね。で、防衛を行いますよ。誰でいいだろう。あ、ソヒさんが空いてますね。で、5000人。もうね、命令回数がね、5回以上になったらね、あ、また主将さんダメだわ。5回以上になるとね、今度計略とかだん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 していこうと思ってるんですけどもね。はあ、もう一回待って、あ、やっちゃった。あ、76の86か、悪いね。また同じこと繰り返ししちゃった。主将さんもちょっと使いたい。で、うん、で、軍事訓練ね。ここがメインなんでね。流域さんでいいか。孫作軍が高陵へ攻め込みましたと。あ、流氷跡ですね。あ、強いね、孫作軍ね。あ、甲冑がいますね。はい。ああ。おー、強いなぁ、孫作さすがに。あ、でもどうなの？逆転しない？する？ああ、寝返りか。これダメだね。ああ、打ちましたね。さあ、強いな。孫作軍強いですね。あんだけのね、援軍を蹴散らしたというのもね、すごいですね。孫秀読み。あ、巨師匠さん来ましたね。はい、登用しましょう。はい、じゃあね、時間良くなりますので、この辺で終わっておきたいと思います。以上、88のですね、あ、違う。すいません。V サターンのね、三国志5パート49ですね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。